今日はお箸でね、縦巻きやっていきますよ。鍋のね、隅っこ使ってぐるっとね、巻いて、集合させてください。で、食べてるやつはね、こう巻きながら広がらないように着地させる。で、ここですっと抜いてあげたら、いや、綺麗だな。縦巻きでございます。で、このフライパンのソースですね。でね、そうこうしてる間にいい感じで燻製がね、仕上がってますよ、ね。はい、こちらもいきましょう。やっぱ最後緑ですよね。はい、パセリで仕上げていきます。あと、まあ生魚なんで、まあ、ディルとかそういったものを使ってもいいですよね。前回がそうでしたよね。はい、今回はね、前回よりもやっぱり燻製が、香りが強いので、強めのパセリでやってます。味が繊細だったらディルの方がね、いいんじゃないかなとかね。ちょっと香りが強めだったらパセリでいこうとかね。まあそういった自分の中の設定でやってるわけですけどね。はい、エキストラオリーブかけましたら、はい、こちらで完成でございます。はい、いかがでしょうか。